私たちはバクテリア、アーキア、酵母、カビといった微生物の収集、保存、品質管理、そして提供を行っています。貴重な微生物の宝物庫と言ったら分かりやすいかもしれません。私たちは世界中の研究者が研究に使った微生物を集め、保管し、そして多くの研究者にまた微生物を使っていただいています。今日は私たちの微生物の宝物庫をご覧ください。食料保存、発酵、製薬、古来より人類は微生物の恩恵に預かってきた。しかし現代においてなお、その総数や生態は無慈悲なほどに不明である。そんな微生物たちを日夜収集、保存、提供する微生物材料開発室は、いわばプロの保存師集団。人間界と微生物界の狭間に生きる彼らの作業現場にカメラを入れ、普段は見ることのできない保存師たちの技に迫る。お腹の中にいる嫌気的な微生物を培養するために培地を作成します。培地とは微生物の繁殖しやすい環境、菌に適した環境づくりのセンスが必要な作業を滑らかにこなす、熟練度がうかがい知れる手さばきだ。出来上がった培地に菌を移す戸松の作業が始まった。菌を薄く滑らかに伸ばす。保存師の手で植えられた菌、その行く末は見事に繁殖した。真っ赤なキャンバスに生命の声が焼き付けられたかのようだ。保存師たちは日々さまざまな菌を繁殖させている。さまざまな色や匂いや香りがあります。どれか嗅いでみますか。じゃあこちらいいですか。どうぞ。失礼します。生命とは創造と破壊の連続である。品質の検査もまた大切な作業である。遺伝子を増幅させて検出する PCR、 微生物の遺伝子を確認する。こちらは遺伝子を大きさで振り分け確認するゲルドック。素人にはなかなか手に入らない高性能な代物だ。電気映像写真を出力する。果たしてデータの出来栄えは。まあ半分ぐらい失敗ですね。遺伝子配列をきれいに読むにはもう一手間必要な薄いバンドが特徴的だ。ここは人間界と微生物界のフロンティア。科学に失敗はつきもの、挑戦は時にくじかれる。世界の過酷さが垣間見える作品が生まれた。続いては保存である。保存師による洋風が始まった。微生物の入った真空状態のガラス管を空気が入らぬように焼き切る。微生物はガラス管の中でフリーズドライ、または超低温で眠らせることができる基本的保存方法の一つだ。電流を流し真空度を検査する。真空になっていれば青白い光が発せられますので、それを確認します。しかしなかなか強そうな電流だ。中の微生物たちは無事なのだろうか。さすがにずっと当てると多少弱る菌もいるかと思いますけれども、この程度の時間であれば問題ありません。保存師たちの技の数々、いかがだっただろうか。彼らは今も未知がひしめく荒野を生き抜いている。例えば一般の企業が開発した飲料製品には、我々から提供した乳酸菌 JCM5805株というものが使われています。私たちは微生物を提供することで、我々の生活に微生物が何か役に立たないか、自然の中で微生物はどのように暮らしているか、そのようなことを
研究していくことに役立てればと思います。私たち微生物材料開発室は微生物の宝物庫をしっかり管理していきます。